ねえ、そろそろ準備できた？あとちょっと？もうさっき聞いた時もあとちょっとだったじゃん。君のあとちょっとって長くない？ ねえ、早く行こうよ。え？本当にあとちょっとなの？うん、わかった。じゃあ、俺、ここで待ってるから、準備終わったら教えてね。やっと準備できた？君はいつも準備が遅いんだから、いつも準備を早めにしとくんだよって言ってるでしょ。何？何僕の顔をじっと見つめてるの？ん？僕がにやけてる？ それはだって君がすごく可愛いからだよ。 いや、いつも可愛いけど、今日はいつも以上に可愛いよ。だって髪の毛くるくるしてるし、リップも変えたでしょ。僕その色すごく好き。この前一緒に買った新しいスカートもよく似合ってるし、それに、あれ？そのピアスって、これ僕があげたやつ？本当に？ごめん、忘れちゃった。いつあげたやつだっけ？君の誕生日？へえ、そうだったかな。お花と一緒にくれた？それがすごく嬉しかった？そっか。へえ。っていうかさ、お前さっきから誰と勘違いしてんの？ええじゃねえんだよ。とぼけた顔しやがって。俺がお前の誕生日にあげたのは、確かにこれとよく似たピアスだったよ。でも、俺がお前にあげたピアスの色は、シルバーだった。今、お前がつけてるピアスの色は、ゴールドじゃん。じゃあ、これは、誰からのプレゼント？俺からのプレゼントに間違えるくらいだから、どうせ誰か他の男からもらったやつなんだろう。しかも、花と一緒にプレゼントとか言ってたけど、俺そんなことしてねえから。悪かったな、そんなロマンチックなことしてやれなくて。ほんと何なんだよ。他の男からのプレゼントの話を俺の目の前で、楽しそうに喋りやがって。誰からのプレゼントなんだよ。あ？言ってみろよ。な。何？急に焦り出してどうした？目もそんなに泳いじゃって。誰からもらったのか思い出した？いいよ、隠そうとしなくても。もう大体わかってるからさ。いいからさっさと言えよ、誰からもらったんだよ。おい、答えるまで逃がさねえからな。早く答えろ。聞こえねえよ。もっとはっきり喋れ。元カレ？やっぱな。そんなことだろうと思ったよ。俺さ、お前に言わなかったっけ？元カレとの写真とか、元カレからもらったものは全部捨てろって。おい、こっち見ろ。言わなかったかって聞いてんだよ。じゃあ、どうして元彼からのプレゼントがここにあるんだよ。俺があげたピアスとの区別もつかなくなっちゃってさ、何が違うん？だってそういうことだろ？だから、俺からのプレゼントとか言って、俺とのデートにつけていこうとしてたんだろうが。どれ？今すぐそのピアス、どれ？もたもたすんな、早くやれよ。それで、
今すぐ捨てろ。捨てろって言ってんの。何？捨てられないわけ？お前本当はまだ元彼のことが好きなんじゃねえの？はあ？そんなわけない？じゃあ捨てられるだろう。もういいよ、俺が捨ててやるから貸せよ。元彼と間違えられるとかマジで腹立つんだけど、お前ちょっとこっち来いよ。うるせえ、黙れ。どうせ逃げられないんだから抵抗すんな。デート？そんなもん、こんな胸くそ悪い時に行けるかよ。中止だよ、中止。あ？俺だって楽しみにしてたよ、お前とのデート。それなのにこんなにイラつかせやがって。元彼と間違えられて楽しくデートなんてできるかよ。それよりも今はお前の彼氏は俺だってことしっかりと教え込んでやらないといけないな。暴れんな。何？拘束されたいの？手錠で拘束されるのと俺に押さえつけられるのどっちがいい？手錠は嫌。じゃあおとなしく言うこと聞いとけよな。やっとおとなしくなった？じゃあ今から本番な。無理、待たない。はあ、やめて。やめるわけねえだろ、罰なんだから。それに他の男からもらったピアスをつけてたんだから、ちゃんと消毒しないといけない。なあ、余裕だな。本当に反省してんのかよ。お前は誰のもの？言ってみろ。そう、お前は俺のものだ。一生俺のだから。じゃあ俺のこと好き？俺もお前が大好き。じゃあ二度と他の男の人と間違えちゃダメだよ。君は普段から危なっかしいんだから、これ以上俺に嫉妬させないでよ。君の彼氏はこれからもずっと俺だ。よし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 、分かったから。怖かった？そっかそっか、たくさん怒っちゃってごめんね。もう大丈夫だよ。ほら。怖かったね。ごめんね。よしよし。その代わり、明日はちゃんとデートしよっか。もちろん、俺がお前にあげたピアス、つけろよ。